どんなことがあっても普通に育ててくださいと。そして2000年4月3日、僕は地球に誕生した。アメリカでわからなかった僕のミッションが見つかった。僕のミッションはこれだ。みんなが笑っている世界を作りたい。どのような境遇にあっても、ピアカウンセラーマン、アーティストの大塚まみと女性がウッディ君の行動番組です。わあ、ゲストは、ゲストはヤン君です。イエーイ。初めましてのヤン君さんです。あ、そうなりますね。はい。ヤン君、まずじゃあちょっとご紹介しますね。はい。私が麹の機能障害の集まりにちょっと行ってた時に、あの一緒に通ってた男の子なんですよ。彼はとっても心の優しい、あの男の子です。で、心から本当に喋ってくれる男の子 で歌がうまいんですよ。ね、そういうこともできる、そういう男の子です。ちょっと物静かなんですけども、乗ってくるとどんどん喋る、そういう感じの子です。ゆい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 、よく言う、よく言う。なんかすごい優しげな方ですよね。はい。ね。ね。じゃあ一緒に訓練とかリハビリとか。そういう感じですか。じゃなくて同じ何かのサークルとかコミュニティに入って、訓練とかリハビトリも、その高次の機能障害のところのに来てくださってた先生がいて、受けたりとかしてたんだよね。森先生とかに来てもらって、で、その先生のリハビリを受けたりとかしてました。で、その先生は本当はなんか1対1でやる先生なんですけど、そういう先生なので心が温かくて、相手がいっぱいでも頑張ってやりましょうってやって言ってくださって、それでみんなに、みんなのことを見てくれてたんですよ。だから相手が大変で大変だったと思いますよ、先生も。ねえ、プロの先生すごいからね。すごいですね。本当お世話になったね。すごい。ね、すごい。でも皆さんのおかげですね。そうだよね。皆さんのおかげと言ってますよね。すごい素敵な方で。そうそう。でも、ヤン君、なんで歌を歌おうと思った？それは、まあ、ボイストレーニング。ボイトレ。いただいたおかげで。じゃあ、もともとはそうで、もう知りませんでしたね。ボイストレーニングをやってらっしゃった。歌ってほしい、ね。わー、ということで、ヤン君無理やりやらされるんですけど、頑張って。無茶ぶりです。ちょっとでいいよ。ちょっとでいい。どうしても嫌だったらいい。じゃあリクエスト。リクエスト。どんな曲がお得意ですか。得意なやつ。僕らはきっと待ってる。もう終わりなの？ワンフレーズ。もうちょっとやれよ。きっとまた会える君も。終わっちゃうもん。そっか。でもこれはね、ヤン君の歌は本当に
最後まで聞いてる間に必ず泣きますっていうのは、なんだろう、心が入っているからの、ただ歌ってるだけじゃなくて本当の気持ちで歌ってる、そういう感じを受けるんですよ、絶対みんな受けると思う。あれが本当に素晴らしいことだと思ってて、今なかなか心の底から話すっていうことが、できない時代かなって思ってるんですけど、サザンさんもそう思いませんね。サザンさんだっけ、いきなりサザエさんが出てきたの何か喋りたいんだね、あ、じゃあちょっと、はい、何か喋りたいんだね。カツオカツオじゃないの、はい、カツオなおえおおはい、素敵な声をお持ちですね。おお、ほらね、やっぱりね、やれだやんな、サザエさんって言ってるけど実は別な言葉を喋りたいんだけど、サザエさんって言葉使っちゃってる状態なんです今。だからね、なんか喋りたかったんだね。もっと聞きたいですと言ってます。でも無茶振りかな。でもすごい素敵なね、なんか優しさが声に溢れてる感じね、素敵な方ですね。なんかご趣味とか、なんか趣味とか好きなこととか、まあいろいろあるので、いろいろあるんですね。いろいろあるね、はい、なんかある、いろいろあるのはいい、いろいろあるこ、いろいろあるのはいいことです。なるほど、そうだね、そうだね、なかなかいろいろって持てないよ。だいたいみんな一個とかになりがちなんだけど、いろいろで持ってるっていうのはすごいね。すごいね、なんかいいね。すごい。僕は僕も歌が好き。僕も歌が好きです。本当に。でも、今日はちょっとね。昨日水戸黄門歌ってたね。ちゃちゃちゃかちゃちゃ、人生って歌ってたよね。あ、人生、そう、人生の歌だよね。なんか水戸黄門の歌を歌うと、人生の歌だって言って、深いとかってわけわからない。あとはラヴェルのボレロっていうバレエ曲があるんですけど、あれから水戸黄門に変わっていく。あ、似てる。なるほど。すごいね。でもちゃかちゃちゃちゃかちゃちゃちゃかちゃちゃちゃ、似てる。ちゃかちゃ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 かちゃ。人生。そこのつながりを取るんだ。そっち行っちゃったりとかね。最近なんかパロディ好きなんですよ、この人。すごいね。分かった分かった、なんかある、なんかある。人生好きなんだ。そうね、人生好き、人生いい、そう、楽で、これでやること、文字盤に言うことじゃないでしょうか。人生だけあれ雲あるさって、歌詞これでやるかな、普通そういう感じですね。でも本当、でも人生楽あれは雲あるさですよね。そう、冗談抜きでね。本当に本当に。だってね、私も、まあ自分が言ってもいいからって言うんだけれども、もともとは健常者だったんですよね。それで健常者だったんだけど、いきなり障害を持ってしまったっていう、そういう人生なんですけれども、
それもあの気づいたらけんあの障害者になってたっていう、そういうことなんですよね。だからあのその時は辛かったんですけど、逆にあのなんか後で考えたら得しちゃったなみたいな、っていうのは2種類の人生を歩めちゃったってことなんですよね。ああ、だから健常者の人生も歩めたし、障害を持った人の健あの人生も歩めたっていうことで、2回人生生きれたじゃんみたいな、そういうふうに思いますね。生きは、うん、そういうのない、そういうのない、そういうことなのか、それはそういうことはちょっと難しい、そういうことはいろいろあるので、そうか、まあ人はそれぞれだからね、人それぞれで、そうなの、あ、そっか、そっか、僕は2人の人生1人でやってますって言ってます。あ、なるほど、でもすごい音楽でやる、うん、音楽でやってる、うん、そう、うん、あの言葉ぐちゃぐちゃな、右と左がなんか混在してる言葉言ってますけど、でもそうなんだね、納得、うん、そうだよね、の2つあるからね、なかなか宇宙人と地球人、宇宙人と地球人、そうだって、本当どれどれ、どこの宇宙、どこかはわからないけど、どこかはわからないけど、きっと宇宙人だと思う、うん、どこかは分からないけどきっと宇宙人だと思う、それは片っぽ、ヤン君はどう思う、あ今さ、会ってさ、彼がさ、どんな感じの人だなと思う、そんなの、分かんない、分かんないか、優しそうだなとかさ、不思議だなとかさ、多分不思議ちゃんだと思う、言って、でも個性がある、おー、なるほど、まあ、個性強い、確かに、確かに素晴らしいですね、回答が素晴らしい、個性がある、その個性があるって私あのいつも思うんですけど、個性ってすごい大事だなって思うんですよ、だって、個性ってね、人間しか持ってないって私は思う、強く持ってないと思うんですよ、出せるっていうか、それがすごく得してるなって思うところなんですよね、だから人間に生まれてみんな違うっていうこと自体がいいなって思う、なんかある？なんかある？なんかある？僕もそう思うだそうです。そう思うです。だそうです。そうか。じゃあさ、ヤン君のうちはさ、お父さんとお母さんとヤン君と、お兄ちゃんだっけ？弟さんだっけ、と4人だよね、でなんか個性を感じるなーって時ある、それはもうあれなのね、そうか、でもさ、例えばさ、お父さんがさ、厳しいなとかさ、そういうのはさ、ないの、父のおかげで、高知の、なんていうんですか、あれにつながったの、ビビ、はい、あ、そうなんだ、あそあ、お父さんのおかげなんだ、あれ
お父さんに感謝だね。あーすごいお父さん。お父さんに感謝ということでバチ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 。わあすごいね。すごいお父さんだね。すごい。そういうのってさやっぱさ、私さ見つけてくれた人にさすっごい感謝するんだけど。でもね。その見つけてくれたことによってね会える人っていっぱいいるじゃない、そのさ会えた人にも感謝してるんだよね、そう思わない、感謝はもちろんですね、だってさ、やっぱりさ会わなかったらさこの人たちと話せなかったなっていうのっていっぱいありますよね、ね、まあそりゃそうですね、ね、ウッディもそう思うでしょ、って言ってますこれは本当お母さんもそう思います、やっぱ出会いって大事ですよね、見てる？意識の方で聞いたんだよね。で、新しい人間関係って意識の方で聞いたんだよね。あれ。な、なに？らしい？です。新しい人間関係って素晴らしいですね。言ってます。うん、新しい人間関係作るの素晴らしい、ね、でも実際ね、ムティなんかね文字盤ないとなかなか辛いところあるけど、なんとなくくっついて歩いてるよね、いろんなとこね、ニコニコしながら一番後ろにくっついて歩いてて、えっとかやってて、いやくっついて歩いてるっていうのは、いろんなところ、いろんな人のところで、例えばフリースクール行ってた時代とか学校でもね、言葉があまり喋れないじゃない。だから思い切って戦闘機って何かをやるってことはできないんだけれども、でも気づいたら舞台でセンター取ってたとかね。知らない。知らないうちに入賞。で最後にジャンってやると一番真ん中にいるとか。ね、いろいろね策略を練ってるよね。ね。そうだけどもなんかなんとなく輪の中にはいるかな、あそれってでも私もやってたかも、なんか知らないうちに輪の中に入ってる、なんかね言葉を喋るのが苦手だけど輪の中に入ってるとかね、あるよね、よくもないそれ、なんか知らないうちにみんなの中に入っていてさ、話してはいないんだけど、そのグループの中に入ってるみたいな。まあでも、それは難しい問題。そこのね、その場の人にもよるから。そうだね、そうだね、入りやすい輪と入りづらい輪はありますよね。そう、確かに。このこれのグループちょっと苦手だな、苦手だったらさっさと逃げるそれが一番か、消えるみたいな、ね、そういうこともねありますね、じゃあ、歌を歌うことがお好きで、っていう感じで、お父様の、まあ、ご縁で皆さんと出会うことができたって感じ、ね、なんか素敵なお父さんですね、そういうね、いろんなご縁があって、今回朗読サークルですか、朗読スタークル、どういうことやるんですか、ちょっと聞いてみたい、普通に自分の好きな本をみんなで読むとかそういう感じのサークルですか、ヤン君教えてあげて、歌、何でもあり、楽しそう、朗読、そうだね、あとみんなでこう、
こう台本を読むんですけど、その台本について自分のやりたい役っていうのを、あのこれやりたい人って言ってはーいって言って、それで決めたりして、それで読んだりしてやるんですが、その時にですね、彼のすごいのは本当にあの味がある、味がある、心が入ってるんですよね、それがあの本当のだからあの朗読じゃなくて、本当の気持ちってありますよね、それで喋れる人、それができる人、すごいすごいですよね、あのなかなかできることじゃないと思うんですよね、やりたくてもなかなかできないと思うんで、それあの、ヤン君の強みだよ絶対、生かした方がいい、強みがいっぱいあって、素晴らしい方、そう、ね、ちょっと引っ込み思案なんだよ ね, ね、それはね、ちょっと感じる時だ、だけどね、すごいスイッチが入るのがゆっくりな人、入ってくると話せる、そういうタイプ、ね、突然パッとここに来て、パッとカメラが目の前にあったら、そうですね、いきなり撮影だから緊張したよ、そうです、ですよね、ウッディそのままトイレ行っちゃったもんね、さっきね、緊張しすぎてねそう、ほんと緊張しちゃいますよね、それはそうだと思います、ね、そんな感じですね、あとはウッディ君は何か大丈夫ですか、はい、何か言ったことありますか、聞いてみたい、何か質問、ウッディに対して質問があったらウッディ答えてくれる、だそうですが、何か質問、そう、ウッディに質問ね、そう、その自分のことはさ、なんだろう、こう、あのこんなこと言っていいのか分かんないけれども、いや嫌だなって思ったけど、でもそうじゃなくてこうなってよかったなって思ったことある、辛いこととかが、辛いこととかね、なるほど、ました。結構ありました。ああ、なるほど。それってな、内容がつくこともありました。なるほどな。むかつくこともありましたが、正直どうしてた？まあ、はのみこんでましたが、前は飲み込んじゃってたらしいんですよ、だけども今はどうしてる、今はどうしてる、どうしてる、今聞きたい、歌ってますって歌だけでいいの、いいの、いいそうです、歌うんだ、じゃあ、じゃあジャイアンコンサートはムカついていたのかな、なんてことはないか、ね、じゃあ歌っている時はムカついてる時なんだね、そうなのそうなのそうなの、でもあなた一日中歌ってる時あるよ歌ってる時はあるよね、まだある、あるよ、あるのね、あとは歌を聴いている、歌を聴いている、で、あと切り替えてるって、切り替えられるようになったってことかな、歌を聴いてるんだ、歌も聴いてるのね、歌も聴いてるし、あと切り替えられるようにもなったって、あーすごいね、
22歳になりましたよと、うん、ね、うん、切り替えてる、うん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 、うん、だそうです。そっか、そういう風にやってるんですね。その歌、うん、歌の質が変わるか、うん、そんなのある、いや、いろいろ歌ってるの、なんか昭和歌謡一緒に歌えるものないですか、ね、え、昭和歌謡違うか、昭和歌謡歌えた、何、まあ歌、悪魔の歌？そう。それデモン閣下。いや、デモン閣下の歌歌えるよ、あなた。歌えないでしょう。デモン閣下。デモン閣下じゃないでしょう。そうそうそう、わかった。他は何？うん、そうなのね。トントン。トントン。悪魔の歌？悪魔の歌って何だろう。何？まあ、それわかった。ハロウィンでわかった。なんか、アニメ見たな、アニメ見たな、なんか術書いてたから見たか。アニメ見たな。あ、に、め、も、みますよ。アニメも見ますよ。でも、YouTube で見てるからね。YouTube で見てるから。アンパンマンは。アンパンマン、好きだね。そう。じゃあ一緒に。昔歌ってたよね。ヤンさん。アンパンマン、わかります。いや、友達にあります。うん、なんか、分かる歌で、二人が分かる歌、一緒に歌えないかな。水戸黄門は？水戸黄門は、でもほど。ね、でも、あとは、なんか、歌が無理だったら、なんだろうな。ディズニーとか。ん？あ。あ、あ、あ、あって何？あ。アがつく曲、アンパンマン、アンパンマン、アンパンマンいっぱいあるじゃん。アンパンマンって結構ね、好きな子多けど、あの歌詞が割と大人がね聞いてもすごい歌詞なんですよね。意外と泣けるんだよね。何が君の幸せだっけ、そう、何を聞いて喜ぶ、その曲、そうだよね。そっかそっか、そんな感じで。さっきのはあった、あれはあれで、僕らは桜、桜を、桜は？どっち？桜っていうのは、桜って歌いたっけ？うん、桜、うん、違う、いろんな桜あるからね、君ね。そうだね、桜っつってもいっぱいある。ね、なるほど、なるほど。え、じゃあ、あれ、お二人はじゃあどれぐらいの、なんか、仲間だ、仲間になってどれぐらいの期間？結構長いんですか？桜から出てますよ。もう10年以上だよね。もう10年以上になると思います。まみちゃんずっと10年以上そちらにも行って、そちらも行ってた、行ってたんですよね。それがはい、桜。ああ、本当だ。誰か、誰か、桜がどうなってる、泣いちゃうかも。いいよ、いいよ。え、そこだけ？どうなる？ああ、しめられて、あの日叫び、恥ずかしかった。イエーイ、感動するんですよ。私もう涙、本当に、ね、泣きそうでしょ。照れながら歌ってらっしゃるのがまたすごく良くて、逆に、すごい素敵な、感じでいいかなって思います。はい、ね、そう、心の底から歌ってるからだよ。リラックスしたとこで、このカメラの前って普通誰でも緊張しますよね。そうだよ、いきなりカメラだね。じゃあそろそろお時間になってますが、ということで、ヤンさん、ヤンさんっていうのはニックネーム、本名、ニックネーム、ヤンさんって言われてたんですね。今日のゲストはヤンさん
で、はい、本当のチャンネルはマミです。はい。くれてる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 とウッディ君でした。はい。はい、ありがとうございます。ハハハハ。